東京都が青少年のスマートフォンの利用に関する調査結果を発表し、顔や体の写真や動画を送信した青少年の割合がこれまでより増えていることが分かりました。東京都は青少年のスマートフォン利用に関するトラブルの防止のため、都内の小中高生にスマホを持たせている保護者に意識調査を行いました。 調査では19、19%の保護者が子供が知らない人とやり取りをしたことがあると回答していて、そのうち20.3%が顔や体の写真・動画を送信したと答えていて、去年の調査より11%増えています。また、直接相手と会ったと答えたのは14.2%で、去年より5.7%増えています。 子どもが知らない人とやり取りをしたきっかけは、芸能人や YouTuber などの話やゲームの話が40%以上となっています。東京都は、ネットやスマホの利用で困ったことがあれば、都の相談窓口、コタエールで相談するよう呼びかけています。